現在から約3ヶ月前の2020年3月23日がクリーム文鳥の購入日でした。今から思えばだいぶひなっぽい雰囲気を感じます。また体全体の羽の色を見るとクリーム文鳥というだけあって体のほとんどがクリーム色です。そしてクリーム文鳥の特徴の一つである目の色も赤です。挿絵は不要でしたが本当にひなっぽい雰囲気たっぷりです。前回の撮影から3日しか経っていないので変化は簡単には分かりません。しかしあえて言うならば胸元の白い部分が広がったような、今現在編集の段階で見ているのでこの違いが気がつきましたが、当時は全く気がついていませんでした。3日前と比較できる映像がないので何とも言えませんが、後ろの首元あたりも白い箇所が広がっているように感じます。前回の撮影から約2ヶ月が過ぎていました。この頃になると胸元の白い部分の広がりは明らかです。加えて首元の白さも広がっていました。この頃はさすがに白い部分が多いなとは感じてはいましたが、毎日見ているのでその変化に確証はありませんでした。しかし過去と比較しながらの編集段階では確実に違いがわかります。この時期になると確実に白い部分が広がっていることを意識しています。その大きな理由は胸元だけでなく目の下までも白くなっているからです。隣にいる白文鳥の白の色と比較してもクリームの名残もないほど白いように見えます。後ろ姿は白い部分はさほど目立つところがなくクリームを維持しています。この白い部分、特に顔周りを見ていると桜文鳥の白い配色と酷似しているように感じます。クリーム文鳥は成長とともに羽の色変わりがこのような変化を見せるのかは私には分かりません。また目の色が購入当初の赤から黒っぽくなっているようにも感じます。しかし私としてはクリームの色が好きなのでこれ以上白くならないで、体はクリーム、目は赤でお願いします。